阪神、岡田監督激怒、9回裏の内野安打で試合引き分け、サードの指示ミスやんか、佐藤輝明の大失態で信じられない展開に、セリーグ、中日後、後半神延長12回、規定により引き分け、20回戦、11勝6敗3分、17日、バンテリン D、なんとも信じがたい展開で、阪神は中日との延長12回の戦いを後、 5で引き分けました9回裏2点リードで迎えた西満塁の場面で遊撃手木並が見事な補給を見せましたが三塁へ送球する判断が裏目に出てしまいましたその間に2走織田が本塁を駆け抜け試合は振り出しに戻りました今季最長の4時間45分に及ぶこの試合阪神は14本もの安打を放ちながらも15残塁と石膏に泣かされました岡田監督。 66は、佐藤輝のミスを厳しく指摘しましたが、周囲の広島との差を4ゲームに縮めたとはいえ、この引き分けは後味の悪いものでした。あと1人で勝利だった。しかし、9回に登板した岩崎は緊張感を漂わせながらも、なんとか逃げ切りを試みていました。ところが、信じられないプレーが起きたのです。木みの判断ではなく、サードの指示やろ。ボールを追いいかけている選手は、 そんなに走者を見られるはずがないやんか岡田監督は怒りをあらわにしました5・3とリードした9回西満塁で代打福永が放った打球が左翼に抜けようとするところを木浪が逆シングルで止めましたここまでは良かったのですが木浪は3塁佐藤輝に送球しましたしかし2走小田はすでに3塁を蹴って本塁に向かっており佐藤輝はそのまま生還を許す結果に まさかの2ラン内野安打となってしまいました。見えてなかったのと、見てなかったのは違う。これはもう、野球観の問題や、岡田監督の描く理想の守備がナインに伝わっていたとしても、結果がどうなったかは定かではありません。実際、馬場一軍内野守備走塁コーチは、木並みの判断ミスを指摘しており、指導者の間でも意見の相違が見られます。プロ野球の世界では、結果が全てである以上、 各自が冷静に走者の動きを見極め、声を掛け合っていれば防げたはずの失点でした。この守備の連携ミスが際立ってしまったのは、序盤からの折効が原因でもあります。14本の安打と9つの4球を奪いながらも、中日の投手陣を打ち崩すことができませんでした。村上を4回で降板させたものの、2番手の富田が岡林を仕留め、6回以降は勝利の方程式に入っていました。 2点リードを守り抜こうと必死に戦った末のこのフラストレーションたまる引き分けでした誰が近くで見てるの誰が指示を出すべきなのか簡単なことやんか守備を重視する岡田監督は怒りを抑えきれませんでした守備の乱れが起こる前岩崎が9回西一二塁で打率154のブライトを歩かせたことも痛かったのです普通のプレーができないことへの苛立ちが見え隠れします 首位広島がナイターで敗れ、4ゲーム差に縮まったことだけがせめてもの救いでしたが、4時間45分に及ぶ延長戦の後に残ったのは疲労感だけでした。阪神、木並、小田がオーバーランしていると思って3塁に投げたんです。打球を止めてすぐ投げずに、もう少し冷静にランナーを見てホームに投げていればアウトにできたはず。その冷静さが欠けていました。次に生かしたいです。阪神、平田ヘッドコーチ。 みはあの体勢からでは、佐藤輝に任せるしかなかったんだと思います。佐藤輝は織田がホームに行っていないと思って、オーバーランをタッチしようと勘違いしたんでしょう。阪神、馬場1軍内野守備走塁コーチ、木南は早く自分で判断しすぎたんじゃないか。周りが、ホームだ、と言ってあげるしかない。ファンの反応、レフトへ抜けようとする打球を木南が止めたシーンについて、多くのファンが議論しています。 普通のショートゴロであれば、ランナーはストップするはずが、セカンドランナーはレフト前ヒットと判断し、そのまま本塁を目指しました。佐藤がランナーを見ていたら、バックホームの指示が出せたかもしれませんが、彼も打球に意識が集中してしまったようです。この瞬間の判断ミスが結果に影響したものの、それだけではなく、他にもグダグダなプレーが続いており、その一場面だけを攻めても仕方がないとする意見もあります。 また、岡田監督の采配についても疑問の声がありました。全体的に草野球のようなダラダラした展開で、現地で観戦していたファンは疲労感を感じたとのことです。佐藤のオーバーランと気類に対する固定観念についても、多くの批判が集まっています。ファンの一部は、三類を走り抜ける走者や、大声で指示を出していた三類コーチの動きから、本類突入の意図を感じ取れなかったのかと疑問を呈しています。 木並みが補給した瞬間に佐藤がバックホームを支持していればクロスプレーになり結果は違ったかもしれませんこの判断の遅れがドラゴンズのコーチと奏者の勝利をもたらしたと感じるファンも多かったようですもう何でもいいけど結局は些細なことだよね本来やるべきことが行われていなかっただけなのにメディアがこぞって監督の言葉を記事にするのもどうかと思うそれだけチームに力がなかったという証拠で だからこそ試合にも勝てなかったんだろうと痛感したよ。一人の選手を責めたところで、時間は戻らないし、これが現実なんだと受け入れるしかない。野球は時にこうしたことを教えてくれるんだろうね。これからは、もっと全員でしっかり考えてプレーしていくしかないと思う。阪神、4カード連続勝ち越し逃す、岡田監督が暴露した三遊間の致命的ミスの真実。阪神は17日の中日戦で、 1955年と1968年に記録した球団最多記録に並ぶ20度目の延長戦を戦った末、今季6度目の引き分けに終わった。9回にアウト満塁からの遊撃内野安打で、二塁走者に同点の生還を許した。攻撃面では15残塁、守備面では重四死球を与えるという悪循環に陥り、これで4カード連続の勝ち越しを逃してしまった。ほぼ手に収めていた白星を ついにつかみ取ることができなかった4時間45分にも及ぶ激闘の末、実り少ない引き分けに終わり、今季4度目のセーブ失敗を喫した岩崎は、その責任を一身に背負う形となった。リーフ人全員がナイスピッチングをしてくれたにもかかわらず、本当に悔しい試合になりました。ファンの皆様にも申し訳ない気持ちでいっぱいですと岩崎は語った。富田石井霧敷 そしてゲラと受け継がれた9回、1アウトから連打を浴び、2アウト後の4球で満塁に。その後、代打、福永に浴びた遊撃内野安打で、同点に追いつかれた。岡田監督は、代打、ブライトへの4球が試合の流れを変えたと分析。結局、得点が動くときは4球が絡むんだ。ずっとそう言ってきたじゃないか。特に、一番未知数の打者に4球を与えるのは最悪だと述べ。 また、内野安打で二塁走者に生還を許した守備の不備についても触れた。木南の判断ではない。サードからの指示がなければならない。近くでプレーを見ているのは誰だ。見えなかったというのと、見なかったというのは全く違う。これは野球観の問題だ。誰が指示を出すべきか。それはもう簡単なことなんだよと岡田監督は語気を強めた。野球館に飛びつき候補した木並みは 必死に佐藤輝きへ送球三塁ベースへ戻りながら補給した佐藤輝きが振り向いた時には二塁走者の小田はすでに本塁へ向かって加速していた打撃面では先制打を含む2本の敵地打を放ち10試合ぶりの猛打賞を記録した佐藤輝きは難しいプレーだった反省しながら今後は連携をもっとしっかり取っていくと振り返った打線全体として10試合ぶり2桁安打が生まれても 押し切るところまではいかず、今季最多に並ぶ15残塁、守っても申告敬遠以外に休止支給を与えた、頂点を取った昨季の野球が遠い、文字通りの痛み分けで、夏のロードは5勝8敗、1分け、首位、広島から4ゲームさえ、半歩だけ縮めても、残りは33試合しかない。